皆さんこんにちは。今回は、先週出した情報募集動画の募集結果を紹介していきます。今回も多くの情報をいただくことができました。皆さん、本当にありがとうございます。一つ目、骨壺が見つかった、ある番組を探しているという話でした。こちら、非常に多くの情報が集まっておりまして、実際に見たという方の情報をまとめると、散らかっている家の中で、仏壇から骨壺が発見されるという話だったそうです。亡くなられた上原さんが出演されていた番組らしく、何度か別の番組で取り上げられたこともあるようです。映像が残っているらしいので確認してみましたが、確かにゴミだらけの家で怪奇現象が起きるという話が紹介されておりました。ざっと見た感じでは骨壺が見つかるシーンがないようですが、調べてみるとどうやら同じ家がもう一度別のレポーターになって取り上げられ、その際に仏壇を開けたら骨壺が発見されたという話らしいです。ですので、この家は何度かテレビ番組で取り上げられることがあり、リクエスト主さんが見た時期と異なりますが、もしかすると2010年代後半の番組でも同じ内容が再録され紹介されていたのかもしれませんね。ちなみに、検証ではネズミの糞が大量に見つかっており、ネズミが原因ではないかと言われていたようです。こちらは有力な情報が集まりましたので解決とさせていただきます。二つ目、薬を投与するゲーム、あるネットゲームを探しているという話でした。これに関してはいくつか候補をいただいておりまして、一つ目が、看病係、です。奇病を患っている女の子を看病するというゲームで、バッドエンドがいくつか用意されているみたいです。複数人の女の子を病院で看病するフリーゲームですので、目撃証言とほぼ一致しているのではないでしょうか。ただ、最初は可愛い雰囲気のイラスト、というのがちょっと異なりますね。次に、僕の病室、というゲームで、入院した男の子が、得意な体質の子供たちと出会っていくというゲームです。ただ、こちらは女の子だけではなく、男の子やロボットなども出てくる点で異なりますね。最後に、愛と勇気と柏餅、です。こちらはパズルゲームで、お菓子を消していくゲームです。しかし、途中で注射器や薬が降ってきてキャラクターが激変するシーンがあるみたいです。どのゲームも証言と一部一致しておりますので、これらのいずれかではないかと思います。三つ目、あの日のかくれんぼ、あるホラー作品を探しているという話でした。これに関してはいくつか情報をいただいており、最も多かったのは、僕が死ぬまでの百物語、という作品に同じ話が収録されているそうです。こちらはリクエスト主さんにも確認いただいており、確かに同じような話ではあるものの、短編ホラードラマで見たので違うとのことでした。しかし、話が酷似しているということで大元となる元ネタが存在するのではないかと考えられます。また、上記の作品で見たとの情報もありました。こちら、他に候補などがあればコメントで教えていただけると嬉しいです。引き続き情報をお待ちしております。四つ目、ディズニーランドのディグダ、ある心霊写真を探しているという話でした。こちら、残念ながら未解決となっております。出演していたのは、年代的に義母愛子さんではなく、下吉子さんとのことです。私も改めて調べてみたのですが、それらしい写真は見つかりませんでした。力不足で申し訳ないですが、こちら引き続き情報募集しております。五つ目、白黒の和室、ある心霊映像を探しているという話でした。こちらは情報をいただいておりまして、アムモさんがアップされている、ヒンナシン、か、歪む部屋、ではないかという情報がありました。いずれも公式チャンネルの方にアップされていますが、確かに似たような映像が流れるシーンがあります。もう一つ、リングの呪いのビデオではないかという情報をいただいておりまして、こちらでも似たようなシーンがありますね。こちらの場合、ちょうど2015年あたりにアップされている動画もありますし、タイトルに呪いのビデオとあるので、当時呪いの動画を調べている際にヒットしていたのではないかとも思います。こちらに関して、他に候補があればコメントお願いします。6つ目、深紅の死刑台、
ある動画を探しているという話でした。こちらに関しては多くの方から情報をいただいておりまして、深紅の処刑人という動画ではないかという情報をいただいておりました。惨殺の古城という映画があるのですが、そのシーンが深紅の処刑人というタイトルでアップされているようです。動画の内容は若干グロいシーンがありますが、血を吹き出すというシーンはなさそうです。ただ、サムネイルを見ると確かに首がないように見えますね。リクエスト主さんに確認いただいたところ、この動画で間違いないとのことで、解決です。ちなみに画面が小さい古いパソコンで見たために血が吹き出ているように見えたのではないかとのことです。7つ目、地蔵の画像、ある画像を探しているという話でした。こちらも多くの情報をいただいておりまして、ウルトラマンのコラ画像やチェブラーシカ、またシュメール人ではないか、という情報があり、最も近いと思われるのがこの画像ですね。確かに古い地蔵のように見えますが、人間よりも大きいサイズです。おそらく昔の遊園地か何かで撮影された着ぐるみの写真かなと思うのですが、かなり再現イラストと近いです。この画像はよく怖い画像としてネットに出回っているので、おそらくこの画像を見たのではないかと思います。こちら、目撃証言と一致しますので解決とさせていただきます。8つ目、謎の特撮番組、ある番組を探しているという話でした。こちらの動画の終盤に使われているシーンで何かの特撮の映像だと思われるのですが、こちらはなんと動画を出してからすぐに解決しました。長い号の怖いゾーンという作品に収録されていた映像だそうです。こちらもコメントで教えていただきましたが、漫画家の長い号氏が監修したオリジナルビデオ作品だそうです。ちなみにこのシーンはデート中のカップルが半グレ集団に襲撃され、男性は惨殺。ドラム缶に入れられコンクリート詰めにされます。その後、コンクリートまみれの怪人として復活しますが、女性を助けて死亡するとのことです。このシーンだけだと、そこまで重いストーリーだとはわかりませんでしたね。以上、今回の情報募集結果でした。いくつか解決することができました。ご協力本当にありがとうございました。以前に調査過程をオープンにしていくという話をしましたが、現在いただいたリクエストを一気にまとめて公開しております。また、雑ブロ掲示板で調査過程を垂れ流していくスレもありますので、もし何か情報があればそちらに書き込んでいただければありがたいです。